2丁目の亀有オール開店30分で打ち止めにしてやったぜ。お前両津なのか。あれ先輩に向かってお前だ。なんだよ俺。すいませんすいません。中川てめえ最近生意気なんだよ。ごめんなさいごめんなさい。許して。中川金貸してくれよ10万。今度のレースでガチガチの本命があるんだよ。現金は持ち歩かないんですよ僕。カードがあるんだろうがよ。2、3日借りるぞ。ほら両津発情。いらしたんすか。いるならいるって最初から言ってくださいよ。くそ、あと一歩だったのに。てめえら何見てやんだよ俺ら。ったく近頃のガキは。おいレゴお茶。はい。今日は大切なレースがあったんだよな。完全にわしだ。わしが二人になっている。ということは中川はどこへ行ってしまったんだ。おい両津。はい。おめえは両津じゃねえだろ。ごめんなさい。ごめんなさい。わしはいつも中川をこんなひどい目に遭わせていたのか。寮の部屋を整理したんだってな両津。ええ、やっとわしも目が覚めましてね。コレクションしていたプラムやフィギュアみんな捨てました。何？おいこれあれは貴重な財産なんだぞ。おめえには関係ねえだろうが。うるせえな。だくま。ごめんなさい。この際お下劣ビデオも処分しちゃいなさいよ。そうだね。待て、勝手なアドバイスするんじゃない。なんでケイちゃんが出てくるの。そうだよ、リョウさんに言ってるのに。だからそのわし、あいや僕としては捨てない方がいいんじゃないかと。ねえ先輩、捨てたらもったいないですよ。もうエロビデオも飽きたしな。捨てるなら僕にください。ケイちゃんが。嘘でしょ。どうしようかな、やっぱ捨てよ。ダメ先輩、絶対ダメ。僕買い取りますよ。全館100万円で。いやー、変態。ねえ、だからね、お願いだから捨てるのだけは。もうみっともないよ中川くん。やっぱ全部捨てよ。ダメだったら捨てちゃダメ。くそ、どうもおかしいと思ったらこいつらグルになってわしを騙してやがったんだな。